Yes, DJ 大チャンネル。どうも、岡山 DJ スクールの DJ 大です。今回の動画は、先日亡くなられた DJ スピンバットの、まあ、僕なりの追悼の意を表して動画をアップしようと思います。で、DJ スピンバットと言ったら、やはりまあ、世界を股にかけてすごい有名なヒップホップの DJ で、あとまあ、いろいろ、まあ、今ない、なかなか世にないんですけど、ミックステープですね。そのデジタルの前のミックス CD、まあ、その前のミックステープですね、カセットテープ、まあ、それのまあミックスとかたくさん作ってて、まあ、その中でも代表なのが80年代とかメガミックス、ですね、メガミックス言い方ちょっとあれなんですけれども、まあ、ポップスとかですね、あとヒップホップとかいろいろ混ぜた、まあ、ミックステープ、まあ、今だったらですね、オープンフォーマットっていう表現が正しいですかね、まあ、それの先駆けになるミックスとか作ってました。あとはまあそれにまあキレのあるスクラッチ、あと2枚使い、まあ、そこら辺を織り交ぜてもうヒップホップにしてしまうっていう、もうとても本当かっこいい DJ の一人でした。でこちら今ではまあそのミックスクラウドとかにもいろいろアップされてると思うんで、もし興味のある人がいろいろチェックしてみてはいいと思います。で今回まあその DJ スピンバットさんがよくやってたスクラッチっていうのを僕なりにちょっとレクチャーしようと思うんですけれども、実際どういう技かというと、これからちょっと説明しますね。ちょっと音止めます。ではちょっと簡単にいきますね。こういう感じでレコードを出して弾いた時に手の振動を与えるんですよ。こういう感じになります。ではちょっと詳しくこれから説明していきたいと思います。では実際にやってみようと思います。まず普通に出します。で弾く時にこっちの逆側ですね、そのレコード持つ方のを、こういう感じで、まずレコード出す、まあ、出して弾く、これはもう別に普通の感じになって、あとこっちの右手でこういう感じですね。普通にこういう感じでプルプルプルって、ちょっと油が乗ってないと手がかさつく人だったら多分もうできないと思います。ちょっと水気があった方がいいかな。では実際やってみます。こう振動を与える感じですね。この音を出してやる。でこれ結構クラブとかでやるんだったらこういう感じになるから、結構張り飛びとかが非常にしやすくてかなりリスキーな技でもあります。なのでこういうバトルブレイクスですね、同じ曲溝の中に何回も入ってるやつだったらもうそう失敗はすることはないですね。あとはまあちょっと余談なんですけれども、こういう技とかもあったりしますね。では実際に音に合わせてやってみようと思います。
行きます。まあ、どの指でもまあ全然いけるのはいけるんですけど、まあやりやすいやつでいいと思います。こういう感じで振動を入れる。あとはさっきやったみたいに。ちょっと今日寒いんでなかなかこういう歩くような感じですね。ちょっと手の動きは遅いから全然リズム合わないんですけど、こういう感じでなかなか実際クラブプレイで織り交ぜるっていうのは難しいと思うんで、ミックス CD とか使うやると、まあ、作るときに、まあ、スクラッチでこういうさっきの技をアクセントで使ったら結構面白いかなと思います。はい、今回は DJ スピンバットがよくミックステープとかで使ってたスクラッチのレクチャーでした。で、このスクラッチなんですけれども、まあ、どのタイミングで入れるかっていうのはまた DJ スピンバットの作品をもう一回皆さんよく聞いて練習してみてはどうかと思います。またそのミックス CD、ミックスクラウドの概、その詳細ですね、また概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてください。で、あとまあ自分のブログにもまた DJ スピンバットについて詳しく説明したいと思うんで、そちらもぜひ見てくれたらと思います。では、ありがとうございました。